はい、ゆったりぬです。よろしくお願いいたします。本日はですね、ネット上で話題になっている話をちょっとお話をしてみたいと思います。まあ、いつものように、あ、バカだなっていう話をしていきたいと思います。さてさて、くら寿司ご存知でしょうか。私も近所とまでは言わないんですけど、近くにありますんで時々行くわけでございます。まあ100円で手軽に食べられるお寿司っていうイメージがあるんですが、まあ、最近はなんとなくですかね、気のせいかもしれませんけど、だから若干小さくなったような気がいたします。まあ、その点はちょっとどうなのかわからない点ではございますが、やはりこちらの方もすき家同様面白い展開になっております。アルバイトが厨房内でお刺身を切ってゴミ箱に捨てるっていう動画がアップロードされておりました。まあ、もちろん、仕事中にこちらの方動画を上げてるっていうだけでも驚きなんですが、それをさらに、まあやってることもやってることでひどい話なんですが、これを動画として上げているわけでございます。当然本人は遊び半分であげたんだとは思われますが、当然これを見つけた人がいて、それを拡散する人がいるわけでございます。一度広がった情報は当然止めようがないわけで、どんどん面白いほど広がっています。もちろんくら寿司、もちろんこんなことやってるのはそのお店だけだとは思われますが、くら寿司という形で名前で共通の名前のお店はたくさんあるわけですから、今度はそこもお前もじゃないかって話になるわけで、当然被害は広がるわけでございます。まあ、これをやったのもやっぱり、まあ、中の管理が甘かったってだけの話になるわけですが、まあ、もちろんこれをこんなことやってるだけでも問題なんですが、それを動画を上げるというこの、なんだろう、おバカな行動を未だにやってる人たちがいるっていうだけでも驚きでございます。当然くら寿司側からしてみれば裁判沙汰になってもおかしくはないわけで、まあどうなるかなっていう感じでしょうか。さて、まあこういう話ばっかりするのもどうかと思いますんで、投資側としての観点から言いましょう。くら寿司ですが、やはりお寿司業界はなかなか最近は厳しいようで、客足も伸び悩んでいるようでございます。まあ新商品もちょこちょこ出して頑張っているように思われますが、やはり業績もそれほど大きく伸びているとは思いません。まあおそらくこのようなことが起きましたので、株価は当然落ちてくるであろうという予測はされており、しております。まあ当然の結果ですけど、まあ個人的な意見を言わせていただければ、一時的な下落かなとは考えております。まあこれによって他の店も広がるとは考えにくいかなとは思ってます。もちろん客足は落ちるんで悪くはなると思い、株価も下落すると思いますが、まあ人の噂も七十五日はありませんけど、他のお店も徐々にですが回復してくるのではないかと考えられます。まあ、くら寿司も別に、まあ、スシローという選択肢もありますが、それほどお客が逃げるとは考えておりません。まあ、マクドナルドもそういうことありましたんで、業績面はそれほど変化はないかなと予測はしております。まあ、しかしながら、おバカな人は後を絶たないんだなとは思っております。まあ、そういうくだらないことをやっているだけでも、もちろん衛生面、食品面からも問題はありますが、それを動画としてアップするという、その、なんだろう、非常に知能の低い行動をするのがまだ未だにいるっていうだけでも驚きでございます。皆様もそういう SNS ご利用はご注意ください。本日はくら寿司についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。